はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今日はプレイステージ回したてなんですけど、こちらの G ケースのねグリップ2カスタムにサイトつけちゃったやつを使おうかなと思います。本来であればもうちょっとパークは、まあ、自分好みのやつに変えるんだけど、あのプレイステージ回したばっかでね解除できてないんでこの感じです。さあ久々のランクマやっていこう。ランクマ実況を、まあね、ぶっちゃけちょっと機動力のある AR として使おうかなと思って、この銃を。よいしょ。近距離はね、正直他の SMG に劣るから、でグリップ2つけて、この中距離の抜きやすさ、で、SMG ならではの横移動の速さ生かして、なんか、ほんと SMG 版 ICR ですよね、こいつは。ういーういーなんだこれ。ああ、右来ちゃったか。横移動早いの、すごい、やっぱ、楽だな。ちょっとおかしいだろ、それは。どうなってんねん、そのリス。ちょっと呆れるわ。上にいたね。赤点出しちゃったからな。左から行くか。お、センサーだといいね。一枚やって、その裏にいる。ここ横移動で弾を避ける、敵の。グレネード飛んできてたね。お、いいリスになった。マジか。これは予想外。来週来るかな？いないね。もうどんどん動き回ろうか。敵を待たず。これはやり損ねたんで、一旦引いて。これ回復して。これ左右、どっちもいるな。裏先やろうか。やって、左の方やれず。おい、からの？おい、横移動、横移動。横移動を生かすんや。入ってきたぞ。オッケー、ヘルスト出たね。エリアで持っていって、20発しかないけど大丈夫かな。弾拾おう、ここで。よし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 。一旦ちょっと詰めてみる。なんか9番来た。はぁ。生きてる！味方ありがたい！ナイス！いや、この命、大事にしたい。もう本当に死んだかと思ったもん。もう完全に、ため息出ちゃってたけど、味方がないっすかば。弾がないぞ。で、次のエリアは、ヘルストで飛ばせるから、安心しろ。OK、頭カットしていく。で、ヘリで出すでしょ。で、ヘルスト。おおなんてこった。で、これエリアゴリ押しパターンでいこうか。はい、ストライクチームゲット。ストライクチーム呼びます。横移動、横移動。もうガンガン横移動するんや。突っ立ってたら普通の AR 使うのと変わんないから、横移動生かす。おお、それはやるね、タイタンくん。で、いいリスポーンしたけど、次一歩入ってるやつおるな。待て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 。 OK、よし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 、いい感じだぞ。さあ、次、ポワー取ってるから、味方が押しすぎてリスポーン変わるのだけは気をつけたいけど、おっと、危ない危ない危ない。結構当ててきたね。大丈夫そうだね。エリア3に2人も入ってくれてるから、ちょっと別の動きしようか。もうガンガンね、グラップリング使って、グラップルほんとすぐ溜まるから、取っておくの正直もったいないですね。ほんと使えるときに使った方がいっぱい使える。いない。さあ、そろそろローテーションだから押し始めていいかな。この先いる。センター？やってくる。でリスポーン変わったら嬉しい、これで。なぜならハーポにはこっち側だからね。お、そこいるな。ちょっと押しすぎたかな僕。あれ掘っておいて。なんだこれ、ガーディアンか。おお、あ、ヘルスト止まりか。いや、ちょっと詰めすぎちゃった、調子に乗って。まあこんなのもありということで、ヘルストも呼んじゃおうか。いや、ここのヘルストも強いな、マップ狭いから。で、このタイミングでこう詰めよう。湧いてるかな。少し湧いてるね。
横移動、横移動、横移動、横移動パワーで、スライディング1キルしたかった今の。うん、近距離だとどうしてもね、しゃあないねSMG なのに近距離が微妙って どういう武器なんだろうな、この武器銃。まあ戦え、十分戦える強さではあるから。わあ、でもマドックスには負けちゃうかな。さあ次がどう崩そっかな。お、ライトニングストライク。お、これ死んでる。この先いるね。お、ちょっと待っていや湧きすぎでしょ。マジか、赤点1個だったから油断したな。さあグラビティ溜まってないんだよな。そうですね、もう30秒だから、もう正面から行こっか。正面も難しそうだね。どうしようかな、センターもいるんだよな。横移動、横移動。うん、うわ最悪のパターンだこれ。最後の最後でリスポーン買っちゃったか。で9番、9番は弱体化してほしい。さすがに、このまだ結構詰めてきてるね。よし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 。あ、やっぱり敵が詰めすぎたからリスポーン変わってる。これはラッキーだ。ここあそこのビルにこうやってこう移動できます。引っ掛けると横移動、横移動、横移動。うーん、へしょ入っちゃった。いやーどうしようかな。ぐるっと回ってやれるかな。味方が言ってるから援護しよっか。1枚、もう1枚でダブルキル。エネミスナイパー出てきた。あのスナイパーヘリだね。よし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 。あれが置いてるね、ガーディアンが置いてるね。もう先に入っとこっか。オッケー、危ない。あー後ろどっから来た。あ、中にいたのね。スナイパーヘリ出てんで、もう中に入ってエリア取っちゃおう。外にいたくないでござる。センターかな。横移動、横移動、横移動、横移動。オッケー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 。で裏来てる。スナイパーヘリ怖いな、めっちゃ。ポン。でセンターから来て、いやーえぐいぞこれ。どうする、囲まれてるな。まず外周を取るでしょ。で正面やってくれたでしょ。でもう一回外周行こっか。なんかすごい角度で撃ってきたぞあいつ。大マシン使ってるのかな味方は。やれなかった、ナイスキル。で正面来てる。オッケー。いや機動力、敵のストライクチームか。機動力出てるよ、機動力の良さ。横移動でヘリでしょ。オッケーオッケーオッケー。敵のストライクチーム降りちゃったかな。あれだ多分これでしょ、ストライクチーム。オッケー、壊せたんじゃない。え、壊せてないかな、ストライクチーム。あれ、わからない、どうだろう。あのストライクチームが乗ってくるヘリ壊せばね、止められるんだけど、止められたかな今の。オッケー。でこっちもストライクチーム出た。もう試合終了かな。オッケー。おいー、お80キロいきましたね。最後のストライクチーム壊せたのかな。多分僕があのヘルストームで撃ったのストライクチームのヘリだと思うんだけど。はい、というわけでお疲れ様でした。今日は GKS を使った、動画でした。またなんかリクエストあったら、コメント欄にお願いします。お疲れ様です。Gone.